G20 の参加国一国ではなく、欧州連合としての参加国2017年 G20 サミットにおけるゲスト国 G20 は、グループオブ20の略で、主要国首脳会議に参加する7カ国、EU、ロシア、および新興国11カ国の計20カ国、地域からなるグループである。構成国、地域は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ドイツ、日本、 イタリア、カナダ、EU、ロシア、中華人民共和国、インド、ブラジル、メキシコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、大韓民国、インドネシア、サウジアラビア、トルコ、アルゼンチンである。20カ国、地域首脳会合及び20カ国、地域財務大臣、中央銀行総裁会議を開催している。主要20カ国、地域ともいい。 日本の放送局である NHK では、先進国会合である G7 と区別して、先進国に新興国を加えた主要20カ国と表現している。第11回 G20 財務大臣、中央銀行総裁会議アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、EU は G7 として定期的に財務大臣、中央銀行総裁会議を開催していたが、 この先進7カ国1地域に、主要国首脳会議3カ国のロシアと新興国11カ国が加わり、1999年により20カ国、地域財務大臣、中央銀行総裁会議を開催している。この会議には、国際通貨基金、世界銀行、国際エネルギー機関、欧州中央銀行、世界金融危機の深刻化を受けて、2008年からは、 20カ国、地域首脳会合も開催されている。正式名称は、金融、世界経済に関する首脳会合であるが、金融サミットとも呼ばれる。議長は、各国持ち回りで担当し、任期中は、議長国が事務局機能を果たすため、高級的な事務局や、常勤職員などは存在しない。G20 の20カ国、 地域の国内総生産を合計すると世界の GDP の90%ほどを占め貿易総額は世界の80%である。また加盟国の総人口は世界の3分の2ほどになる。欧州連合は団体として G20 に参加しており、欧州連合加盟国はイギリス、フランス、ドイツ、イタリアを除き個々の国として G20 には参加していない。ただ、 スペインやオランダのように G20 に参加していない国が必要に応じて会合に臨時出席する場合もある。2009年に米国で開催された G20 は G20 を国際経済協力の第一の協議体とすることで合意した。2010年6月に開催された4回目となる G20 サミットはカナダのトロントで主要国首脳会議に連続して開催され、 その最大目的は、欧米諸国の財政、金融政策の健全化をどう達成するかであり、途上国の開発援助、地球温暖化の問題などが焦点となった。また、中国やインド、ブラジル、南アフリカ共和国などが国際経済で果たす役割が増す中で開かれた。新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、2020年には、 史上初のテレビ会議を通じた首脳会合が開催された。第1回 G20 首脳会合の出席者、第2回 G20 首脳会合の出席者、第3回 G20 首脳会合の出席者、EN、リストオブ G23 マッツも参照 G20 首脳、会談の議長国を決めるために EU を除くすべての加盟国は4カ国ずつをグループに分けている。グループ1と、 グループ2を除き、同じ地域の国々は、同じグループに属する。グループ内のすべての国は、そのグループの番になった時に、G20 議長国の資格がある。したがって、グループ内の国々で、次の G20 議長国を決める交渉をする、必要がある。議長は20カ国が持ち回りで担当し、12月1日から11月30日まで、就任する。この制度は、 グループ5に属する韓国が G20 議長を務めた2010年から制定されている。以下の表は各国のグループ分けをまとめたもの、継続性を確実にするために、現在、現議長国、前議長国、次期議長国が協力するトロイカ体制によって支えられている。第10回は、金融市場危機及び市場への影響を議論するために、臨時でワシントン DC にある、 IMF 本部にて開催された G20 ミ e テ t ングオブヘルスミニスターズ2 0 1 7年の議長国ドイツで初開催された分野別閣僚級会合で各国の保健担当大臣が議論する G20 は経済規模の大きな国によって構成されているが議論の焦点が経済格差低所得国の債務問題環境問題や 自国の大企業に対する規制などの問題に十分に当たっておらず、国際社会全体のためではなく自国の利益を追求するための議論の場となっているという G20 の公平性に対する批判も存在する。2010年にカナダのトロントで行われたサミットの際には大規模な抗議デモが起きたほか、当時ノルウェーの外相であったヨーナスガールストーレ氏が G20 は 第二次世界大戦以来、最も大きな交代であると非難した。また、2014年のオーストラリアブリスベンサミットの際にはおよそ2000人が G20 に抗議してデモを行った。さらに、2017年にドイツハンブルクで開催されたサミットでは G20 抗議の波と呼ばれる抗議活動も行われた。これには、環境保護を訴える NGO グリーンピース。 貧困問題に関する活動を行う国際協力団体、オックスファムのドイツ支部に加えてドイツ国内の反資本主義組織といくつかの政党が関わった。ありがとうございます。